キータっていう少年は、すごくこう明るい、基本的にはすごく明るい少年ですね。そうかな。辛いこととかそういうのがあっても、みんなの前ではすごく明るく振る舞う。それがこう無理やりでも一生懸命明るくしていくっていうのがティータっていう少年かなって感じますね。まあ基本的にはティータとすごく自分が合ってたんで、基本線は変わんないんですけど、やっぱり日頃から撮影収録の長かったんで、すごく自分でいつも明るくしてようっていう風には意識してましたね。だから多少動きが大げさだったり、言うことがやたら声がでかかったりとかすることもまあまああったかと思います。はい、印象に残ってるシーンは本当は全部がすごく印象に残ってて、どれもこれも外せないところなんですけど、まあ一番ティーダとしてきっと一番辛かったんじゃないか、これこのことこの事実を、まあ自分も知った時にすごく辛かったんで、まあ、ユーナに関するある秘密を、ティーダは知ってしまうんですが、その時が一番辛かったし、それが一番印象に残ってて、あれはそうですね、ファイナルファンタジー10の中で一番ティーダとシンクロした時じゃないかなと思ってます。それが一番印象に残ってます。はい、物語の中できっとこう皆さん一人一人に必ず共感できるところがあると思うんですね。で、ティーダをやる上で、まあ、ティーダはすごくプレイヤーになるわけで、ティーダだけの世界で話してしまうと、とんでもない方向に行ってしまう場合もあるんで、すごくそれは気をつけたんですけど、どんな人がやっても共感できるように、ある意味こう大きな意味で捉えたりっていうことはした。で、各キャラクターそういう部分があると思うんですね。で、そういうところを見て、皆さん何かを感じて、明日の仕事なり学校なり、頑張るぞっていうような、そういうような作品ですんで、ぜひ見て元気を出していただければいいと思います。はい。